長尾駅は大阪府平方市長尾元町5丁目にある西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH27。大阪府西東端に位置する駅で、これより東へ 1km ほど進むと京都府となる。1989年3月11日に当駅と木津駅間が電化される前は、 この駅を境に電化区間と非電化区間に分かれており、当駅から木津方面へは、木波35系などの機動車が運用されていた。運賃制度においては、電化後も当駅が、電車特定区間の終端となっている。開業当初は、相対式2面2線で、駅舎は、上りホーム側にあり、下りホームへは、ホーム中央の構内踏切を渡る構造になっていた。ことから、 列車停車中は通行できず不便であった。1950年にこの駅まで電化された時に、校内踏切をホームの東端に移し、上りホームを折り返し電車に、下りホームを折り返し機動車に使うようになった。1979年に当駅と市場縄定期間が複線化され、駅舎、ホームの改築が行われた。なお、その当時は現在使用されているホームは、 片町方面専用で、駅本屋側に、木津方面の短いホームが別にあり、これが一番線だったが、1989年の全線電化時に、この一番線の使用が停止され、2016年に現在の姿となった。京城駅舎への改築までの旧駅舎では、当時の一番線ホームへの階段があった部分は、壁で塞がれたものの、壁から階段の手すりが一部飛び出していた。 1997年8月31日までは、始発、最終は当駅発着で、2006年3月17日までは、当駅止まりの列車があった。また、2010年3月12日までは、松井山手駅発着で当駅との間の回送運用があり、この列車は一番乗り場の西側にあった、留置線で、夜間退泊していた。なお、 2010年10月に留置線は撤去された。2011年6月から、京城駅舎かと平方市の駅前広場整備事業が開始された。現在の京城駅舎は2013年2月10日に、共用が開始された。また、エレベーター、エスカレーターも設置され、バリアフリー化される。西側の駅前広場は拡張されて、従来の3倍の3000平方メートルとなる。 東側には線路に沿って自転車、歩行者道が新設される。なお、東側にも駅前広場の設置計画があるが、現時点では整備時期は未定である。島式ホーム一面二線を持つ地上駅で駅舎とは地下通路で結ばれていたが、2013年2月10日に、傷寄りに新たに建設された、橋上駅舎の使用が開始され、従来の駅舎は閉鎖。 後撤去された。なお、京城駅舎の通路の一部は、これに先立ち、2012年8月4日以降の平日の朝夕ラッシュ時に限り出口専用の仮通路として使用されていた。1番乗り場は、京橋方面、木津方面への折り返し、2番乗り場は、京橋方面への折り返しが可能。木津方面への折り返しは、異常時のダイヤ乱れ発生時に行われる。 2013年に使用が開始された、京城駅舎は、延べ床面積180平方メートルで、茶系の外観に、木見町の天井を備え、周囲の自然を表現している。アルミ製の側壁に穴を設けて、自然光を取り入れる構造となっており、また照明により、模様が浮かび上がるようになっている。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、片町線の放送の駅、 川内岩尾千駅間の各駅を管理している。なお、愛子か利用可能駅であり、愛子家の相互利用対象カードも利用可能。日中時間帯は、区間快速が1時間に4本停車する。朝夕は、快速、普通電車が運行され、本数が多くなる。平日午前中は当駅折り返しが設定されている。快速は当駅から、同志車前、木津方面は、 各駅停車となる。2011年3月12日の改正で、午前中の一部の列車が当駅折り返しに変更された。そして2012年3月17日からは、日中にも当駅折り返しが設定された。2015年3月14日の改正で、日中時間帯は、区間快速のみとなり、この時間帯の普通電車は、市場縄定期折り返しに見直された。 毎日午前5時台に1本だけ当駅始発の下り列車がある。この列車は当駅2番乗り場で夜間退泊しているため、この列車の発車時刻より前の松井山手発の一番列車は本来上りホームである一番乗り場から発車している。列車の留置の関係で夜間の一部の京橋方面列車も一番乗り場から発車する。大阪府と経年間によると一日の 平均乗車人員は以下の通りである。京阪バスにより、平方市内の各方面へ運行されている。乗り場は、駅前広場と関西未来銀行前に分かれている。ありがとうございます。